どうも、影げやんです。今日はですね、えー、思考を変えるためにはインプットを繰り返すっていうことについてお話しさせていただきたいと思います。えー、何かをね、成し遂げたいと思った時はですね、あのー、やることは一つ、行動することですね。 で行動することによって何かを成し遂げるということになると思うんですよね。何も行動しないで何かを成し遂げることはちょっとほぼできないかなというふうに思います。ただね、あの行動を起こせない人っていうのはこう多いと思うんですよね。僕も以前はそうやったんですね。えっ、ー、と夜こう例えばお酒を飲みながらね、気持ちがこう高ぶってこうしようこういうことをしようこうなりたいとかこういう気持ちになったとしてもですね、ね、えー。 一晩寝てしまって起きたらももう何も行動しないっていう風に、えー、何も変わらない日常生活を送ってしまうことになってた時もあったんですけどもそれはですねなぜ行動できないかというとですね行動できない思考になっている、ね、考え方がね行動できない考え方になっているということなんでその行動できない考え方を変えなあかんのですよね。 で変えるためにはですね、えー、自分がその目標とするというかこの人すごいなって思う人の、えー、行動している人のですよねそういう人の、えー、思考をねインプットするというかその考えを、えー、自分の頭の中に入れるということなんですね。例えば、えー 今ちょっとソフトバンクいろいろ大変ですけどもあの孫正義さんの考え方を考え方とか今までの行動をの考え方そうですね行動とかを頭の中に入れるとしますよねえー、YouTube でも出てるんですけどもソフトバンクアカデミア開講式っていうのが動画であってそれを見るとですね まあ、あのー、孫さんの考え方がわかるんですね。わかるというか全部がわかるわけじゃないですけど、ある程度こう2時間ぐらいの動画でですかね。それ見てるとすごいやる気になるんですけどもで、そういうことをインプットするんですね。で、思考自分の思考を変えていくんですけども、その1回見ただけじゃ、なかなか自分の思考っていうのは変わらないんですよね。例えば、その30歳の人は30年間その行動できない。 思考で生きてきたから今の状態があるわけでですねその その思考を変えるためにはですね。1回聞いただけで思考は変わらないんですね。例えばこう能の考え方が100%があるとするじゃないですか。で、100%の中の、えー、例えば孫さんのその動画を見たら1%が変わっても99%は前の思考のまんまなんで、えー、すぐにその1%のが消えてしまうんですよね。だから、それをえー99%あの100%というか、その自分が入れ。た その新しい思考ですよね考え方を何回も何回もこう自分の中にインプットするんですねほんで自分の思考を塗り替えるというかバージョンアップさせるんですねそうさせることによってですね、えー、行動ができるようになるとでそのインプットを何回も何回も繰り返してる間でちょっと行動できるようになるちょっと行動できる っってて言またやめためだね。で、だん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 インプットを繰り返し繰り返しやっていくとその行動できるのが当たり前の思考になってくるんですね自分が。そうなるといいんでそこでまた、えー、次は、えー、継続する思考を入れたりとか改善している人の思考を入れたりしていくんですけども僕は今その改善をするっていうところを にいるんで,す、ね、で行動して継続することはできるんですけども改善する時間をなかなかとってないというかまあ その継続することによってある程度の気持ちの満足感を持ってしまってるんで、あのー、いいものをねより良いものをこう作ったりその発信したりするためにはですねもっとその改善を繰り返さなかのですけどその思考がちょっと僕は足りてないと思って今自分の課題としてるんですけども。ということでですね、あのー、インプットですね その考え方を繰り返し入れていかないと、えー、自分の頭が100%になるぐらいその思考になるぐらい繰り返すんですね例えばその30年間生きている人が、えー、30年間行動できない思考を持っていてそのインプットを繰り返して99%自分の頭の中に行動できる。 思考になってきてきも1その行動でできない思考が残ってるとですねその30年間で作り上げた思考なんでなかなかその1%というのは強いんでねあの行動しながらもっともっとインプットしてその考え方をもう空で言えるぐらいのね状態にしていくというかそういうことが大切になるんじゃないかなというふうに思います。 そのやる気をさせて行動してっていうのをやっていく間にやる気あるなしにかかわらず行動できるようになって行動できるようになってそれが継続できるようになってっていうふうに変化していってるんでやっぱりそのそういうやってはる。 先輩方ですね年下でもちゃんとやってる先輩の考え方をね年下も年上も関係ないですけども考え方をこうどん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 インプットして自分の脳をバージョンアップさせていって、あのー、そういう状態に持っていくということですね。 で何かを成し遂げたい人っていうのはやっぱりそのインプットをね、えー、思考を変える考え方を変えるっていうことをしていただければいいかなというふうに思います。ということで今日はですね、えー、思考を変えるためにはインプットを繰り返すっていうことについてお話しさせていただきました。ということで今日の動画は以上となります。どうもありがとうございます。